次こちり行きます、うん、手のひらで震えた、それが小さな容器になっていたんだ。絵文字は苦手だった、だけど君からだったらワクワクしちゃう。返事はすぐにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど、駆け引きなんてできないの。桜が咲いているこの部屋から見えている景色を全部、琴葉ちゃんもいてくれた。今君が感じた世界と10秒取り替えてもらうより、ほんの一行でも構わないんだ、君からの言葉が欲しいんだ。嘘でも信じ続けられるの、指先で送る君へのメッセージ。甘くなる果実がいいの、何気ない会話から育てたい、はぁはぁはぁ、恋の始まり、胸がキュンと切いつまでも待ってるから、春の冷たい夜風に預けてメッセージ、ありがとう。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう、星の夜願い込めて、ちょい指先で送る君へのメッセージ、ありがとう。チェリーいっぱい、かわいい。チェリーキラコメ、どこちゃん、神奈川ちゃん、タカちゃんもありがとう、琴葉ちゃんもありがとう、ありがとうございます。ゆいさんのチェリーをお届けしました。そう、今じゃ LINE ですね。はい、そうそう、ちょっとこれ古い時代の曲なんで、はい、時代を感じますね、時代をね。